笑えない、お腹が筋肉痛あー笑えない。今日はもう笑わかさないでください。リオのこと笑ったらお腹が筋肉痛が、そう、昨日も一日中お仕事で頑張りました。もう今すぐ寝れるすやん、ギフトありがとう。筋肉痛大丈夫？大丈夫じゃない大丈夫じゃないんです。もう筋肉痛連鎖なんですよ本当に。一昨日もあったから、一昨日ので昨日筋肉痛で、でそれプラス昨日ので今日もう大変なことになっている。まず首がめっちゃ痛い。首と、あとここってなんていうの、胸筋ここ鎖骨の下ぐらい、胸筋って胸筋かな、胸筋と首とあと腕とお腹と足の裏と、肩が痛い。バッキバキです強そう、リオバキ。しかもさ、見てください、見て、これ多分見えると思うんだけど、眉毛の間に2個、なんかできものみたいなのができて、疲れですかね。ギフトありがとう。今日はもう眠すぎて今日あんま起きれなくて、そしたらメーナが起こしてきたんですよ自らリビングからタカタカタカってリオの部屋に来て、で起こしてくれた。かわいい。ギフトありがとう。そう、今日もねちょっと遅くまでお仕事がありますので頑張ります、頑張ります。しかも昨日めっちゃ走ったんですようん、超走った、10キロぐらいそこまでいかんけど、全速、全力疾走、全力疾走して来た。ありがとう。そう、
何百回も。ずっと踊りました。あと何時間寝たい？20時間。リオ無限に寝れるから。先輩も眠そうでした？一緒に寝ましょう皆さん。メンバーもファンのみんなも今日はもう寝る。そうだよ、ほぼ全身だよ。ギフトありがとう。そう、メーナはね、今ね、なんか手を、自分の手を舐めてるね。なんかずっと舐めてる。バタフライ。ゆうたありがとう。走りとか妹テレビかな？ではないです。どうでしょうね。え、もう50分じゃん。ありがとう。国民の寝る日作ってもらいたい。それな？え、なんかさ、もう一回も起きずに、そのなんかもう起きるっていう概念をなくす。もうみんな仕事もなし、学校もなし、世の中みんな寝る。テレビもつけない。いや、テレビは欲しいかも。あ、でもそしたらテレビ出る人、あ、もう録画しておく。もう収録しておいたものを流す。テレビ生放送とかなし。スマホも禁止。もうその日はスマホ使えんくなるみたいな。ありがとう。それだ、ショールームも禁止、メールも禁止。もう最近もう世の中がさ、もう何でもスマホじゃないですか。だから目が疲れるよね。めギフトありがとう。
マッサージ屋さんとか行きたい。行ったことないけど、してほしい、このバキバキの体をバキバキの体をしてください。バキバキの体を、マッサージしてほしい。だってさ、リオさ、なんか美容院とかで、なんか、なんだっけ、ちょいマッサージみたいなしてもらえるじゃないですか。ちょい、なんか、ヘッドマッサージみたいな。ほんのちょっとね、をしてもらえるのがすごい好きで、でもほんのちょっとだから、え、もっとしてほしいって思うんですけどえ、もう終わりみたいな。そうだからリオマッサージ好きなんですよね。だからいってみたい1回ぐらい、マッサージ屋さんみたいな。キャー、55分になっちゃった。キャー、55分だ。壇上読みます。あれ、リオいつも何位から読んでるっけあれえ、何位から読んでる、リオ。あ、13位、14位、13位か、あれ13位、14位、ん、13位か、あ、ごめんなさい13位から読みます。大丈夫です、生きております13位、陽花野さん、ありがとうございます。いや、たまにわからんくなるんよ12位、水尾さん、ありがとうございます。11位、正孝さん、ありがとうございます。10位、あやさん、ありがとうございます。9位、まゆかみやすデブさん、ありがとうございます。8位、鈴鹿さん、ありがとうございます。7位、リオシーさん、ありがとうございます。6位、じゅんさん、ありがとうございます。5位、ナンバーワンさん、ありがとうございます。4位、しこくくんさん、ありがとうございます。3位、カープ好きいしくんさん、ありがとうございます。2位、昔からおじんさん、ありがとうございます。そして1位は、バン、ゆずきちさん、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。寝るポーズ。ありがとう。今日もね、ちょっと短い配信になったんですが、夜配信はナッシングです。お仕事あるので。明日もお仕事があって、でも明日のスケジュールがまだ来てないからよく分かんなくて、
だからいつ配信できるかわかんないです。サミッシング？そうそうだシングわかる。今日のポスト買い方嬉しい。もうね、物を持つことさえ筋肉痛に効く。1位、ゆずきちさん、ありがとうございます。なんか今日眉毛がすごい太くない？なんで？なんかめっちゃ太いんだけどてないよ。すっぴんですよ。リオの眉毛はこちらです。でもね、よく褒められるんですよ。眉毛綺麗だねって、いろんな人から。いい眉毛してるね。それでは皆様、火曜日乗り越えましょう。リオもお仕事頑張ります。それではバイツー、また明日。